おはようございます。よくいらっしゃいました。それでは今日もヨハネの黙示録の連続公開を続けていきたいと思います。今日はヨハネの黙示録2章の1節から7節から初めの愛にと題してお話をいたします。聖書をお持ちの方はお開きください。ヨハネの黙示録2章の1節から7節であります。ではお読みいたします。エフェソにある教会の天使にこう書き送れ。右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われる。私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行ってあなたの燭台をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたはには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。以上であります。先週はこの黙示録を書きましたヨハネに対してイエス・キリストご自身がご自分の姿を幻という形でお見せになったというところをお読みいたしました。でヨハネという弟子はヨハネ福音書を見ますと、こう常にイエス様のそばにこう寄り添っている、とてもこうイエス様に甘えていたんじゃないかというような、まだイエス様がおられた時には、ヨハネももちろんまだ高齢ではありませんので、10代もしかしたら20代ぐらいまででしょうかね。ですから非常にこうイエス様に近いところにいた弟子だったんですね。でそのヨハネに対してイエス様がこれから終末のことをお告げになるわけです。でそれにあたってですね、おそらくこのヨハネが持っているイエス様のイメージを塗り替えるというか書き換えるために、イエス様自身が先週お読みしたものすごいこの姿で、ご自分を表されるわけですね。でそれはこのヨハネがどうしてもその共にいた頃の、ガリラヤの大工であったイエス様のことが彼のこう脳裏に焼き付いているだろうから、そうではない死からよみがえってこの全世界をすべ治めておられる、すべてを見通してまた永遠に生きられるその神としての姿をですね、ヨハネに見せることによって彼の持っているイメージを書き換えようとなさったんじゃないかなと思うんですね。でそのよみがえった栄光のキリストの姿をヨハネが見て、ヨハネはもうその場に倒れ込んでしまうんですけれども、恐ろしくてね。でも再び彼に手を置いて恐れるなと語りかけ、そこからこのメッセージが始まっていくわけです。でいきなり終末の話ではありませんで、この2章3章はですね、7つの教会に対するメッセージ、手紙というものがあります。で、今日はその7つのうちの最初のエフェソの教会に対するメッセージというものをこう読んでいこうと思うんですけれども、ヨハネはイエス・キリストの幻を見るわけですが、その姿は、ちょっと振り返っておきますと、ですね、1章の
12節からですけれども、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て胸には金の帯を締めておられた。その頭その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった、と書いてあるんですね。先週もここからお話しいたしましたけれども、絵に描いたら多分すごい変な絵になるし、ヨハネが精一杯この部分部分を説明しているわけですから、実際どうであったかということは分かりませんけれども、でもこれらのその一つ一つのこの頭であり手であり口でありっていうのは、この蘇られたイエス・キリストの持っておられるその権能であるとか栄光であるとかね、そういうものを表象徴しているんだろうと思います。でもこの方がですね、7つの燭台の中に、その真ん中に立っているんですね。で、7つの燭台というのは、これは7つの教会を表していると。だからこの教会の中央にキリストはおられるということをヨハネに、おそらく強く印象付けようとされたんじゃないかと思うんですね。で、この時ヨハネは、先週もお話ししましたけれども、このパトモスという島に、ここにありますけれども、エーゲ海に浮かぶ小さな島に流されているわけです。迫害されて、1世紀の終わり頃ですけれども、クリスチャンに対する激しい迫害があって、ヨハネも迫害されてこの島に流されて、何もできない状態にいるわけですね。幽閉されたと思いますけれども、その中でこうヨハネは幻を見て、そして彼が見た幻っていうのは、この7つの地町ですね、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアという、この7つの町、その7つの町の中央にキリストが立っておられるという、その幻を見るわけです。で、教会の中心にキリストがおられるということを確信して、そのヨハネに対してキリストが、じゃあその7つの一つ一つの教会に今から、大切なことを伝えると、それぞれにこの教会の良いところがあり、悪いところとか問題があると、それをまず伝えてほしいということで、この7つの教会に対するメッセージというものが始まるんですね。それがあって終末の予言に行きます。で、これはやはり全体からしてみると、このもちろん終末、世の終わりが来るんだけれども、その前にこの主の体である教会がまずしっかり整えられていなければならないというか、その教会が終末を迎えるために、備えられてしっかりしているということが大切だという意味をここに含んでいると思うんですね。で、この7つの教会に対するメッセージっていうのが2章3章にあるんですけれども、みんな同じパターンを持ってます。まずキリスト自身の紹介があってですね、このエフェソの教会に対するメッセージの最初にあるように、右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が次のように言われるというふうにですね。で、これ見ていくと、例えば2章の9節は、このスミルナにある教会の天使にこう書き送れ、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。で、12節からペルガモンの教会ですけれども、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる。で、18節はティアテラの教会に対しては、目は燃える炎のようで、足は真鍮に輝いている神の方が次のように言われる。これ全部最初に読んだ一章で、ヨハネに見せられたイエス様の幻のその部分部分を、抜粋しているわけですよね。だからそれはその一つ一つの事柄というよりも、あなたに見せた七つの教会の中央に立つ栄光のキリストが言っているんだよと、それをこうはっきりさせるためにというか、強調するために、その一部一部を取ってこう自己紹介の形で語られているんだろうと思います。で、キリスト自身がその栄光のキリストが語ってるんだっていうことを言われた後で、まずそれぞれの教会の良いところ、あなたにはこういう良いところある、こういう
称賛すべき点があるっていうことを言われる。また一方で非難すべき点があると、こういう問題がありますよということを言われて、そして、命令があるんですね。こうしなさいという命令の文章があって、で最後の最後に耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい、勝利を得る者にはっていう、これは定型文 でこういうものを与えましょうという、このパターンが7つ繰り返されています。で7っていうのは最初にも言いましたけど、黙示録においてはすごく重要な数字なんですね。黙示録は7の書物です。7つの教会、7つの封印、7つの鉢、7つのなんとかですね、出てくる数字はほとんど7です。で7じゃないやつは今度14万4千って7の何百倍ですから、7の倍数、7くくりなんですね。で7というのはもちろん神様が天地創造なさったのが7日間ですから、これ神の数字なんですね、さらに言うとこの地上で神様が働かれる時の数と言ってもいいかもしれませんけれども、週末に起こる出来事が全部この7でくくられていると、そこにはやはり神のこれはなさる技であるという意味が込められている。で最初にこの7つの教会に送るっていう7つの教会のメッセージです。これ単にですね7つの教会だけに当ててるわけじゃもちろんないですね。全ての教会に、特に代表してこの7つの教会、パトモスの島の向かい側にあるこの小アジアの中心的な7つの教会に言ってますけども、これは、ただ7つの教会というよりも教会全体にという意味だと思うんですね。で不思議なことにこの7つの教会に出するメッセージ今から読んでいきますけども、必ずおそらくこのメッセージはそれぞれの教会に、当てはまっていく。それはその地域の、例えば私たちの教会であるかもしれないし、あるいはある時代の教会であったりとか、あるいはその地域の教会であったりとか、そういうその教会の持っている問題を7つにこうなんか分解してね、こう語っておられるような感じなんですね。で前置きはそれぐらいにして、このエフェス、最初はそのエフェソの教会に対するメッセージなんですけども、じゃあエフェソの教会っていうのはどんな教会であったかということですが、場所はこの地図であそこに黄色になってますかね、エフェソって言ってますよね。今はねただの廃墟だそうです。何もないそうです、ね、ただ、新約聖書の時代にはですね25万人以上が暮らした非常に大きな国際都市だったようなんですね。でこれは地図で見ていただいたら分かるように、ここにエーゲ海があって、こっちはギリシャですよね。さらにこっちはローマがあると。でこれをこっち行くと、これシリアがあり、パレスチナがあり、さらにはこのエジプトがあると。でこっちに行くとペルシャがあると。だからこの東西のこう交易のここは中心的な都市だったんですね。で船、大きな港があって、船はこのエフェソを経由して荷物をこう運んでいくし、また人の出入りもあるし、で当然この南北の道路もここにありますから、そういう意味でこのエフェソという町は非常に大きな、でさまざまな当然文化や人種やいろんな人たちがここに集まってくる、国際都市だったということですね。今で言ったら東京とかニューヨークとかパリとか、そういうようなね町だったんですね。でパウロはやはりこのエフェソ大きな町でしたから、またこの地域の中心の都市だったので、使徒言行録を見るともう重点最重点都市みたいな感じでそこで伝道してます。で使徒言行録の19章とか20章、あるいは他のにも書いてあるんですけれども、詳しく割と詳しくね載ってるんですが、20章の31節には、だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚まして言いなさいというの、これはエフェソの教会の長老に対する、お別れのメッセージの中の言葉なんですが、ちょっと大げさですけどね、3年間朝も昼も涙を流して一人一人に教えてきた、そんなことやったら死んでしまいますから、パウロ時々大げさです。聖書の言葉だから何でも許されるっていうか、もちろん聖書の言葉なんですけど、ちょっと大げさかなと思うことありますが、でもそれぐらい心血注いできたよっていうことを言ってるんですね。それは事実だと思いますね。
やっぱりこのエフェソはこの地域の中心的な町だから、で先ほどこの後の6つの教会あるんですけども、おそらくこの他のこの周辺の教会はエフェソの教会から誕生した教会だと思うんですね。まあ、もちろんパウロが直接伝道した町もあるかもしれませんけれども、エフェソの教会から新しい教会がこう生まれていった教会じゃないかなと思います。で、そのまあ、アジア州における中心的な教会で、まあ、パウロがまず伝道しました。そしてテモテがそこの長い間牧師をしていたようなんですね。これはテモテの手紙の中で、あなたはエフェソに留まっていなさいってパウロが言ってるんです。でもちろんエフェソの教会に対する手紙も残ってますよね。エフェソの教会の手紙、エフェソの教会の手紙も残っているし、エフェソの牧師をしていたテモテに対する手紙も残っているわけですね。そういうことからもやはりエフェソがとても大切な教会であったということが分かります。で、黙示録を書きましたこのヨハネも晩年エフェソの牧師をしていたようなんです。もしかしたらさっきも言いましたけども、このヨハネエフェソを牧会していた時にヨハネは捕まって、流刑にあったのかもしれないですね。ヨハネにとっては非常にこう思い入れの強い教会であったと思います。その教会に対して栄光のキリストがメッセージを語られるわけですけれども、2つ良いところがあると先ほどね読みました中に出てくるんですけれども、まず最初は、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず自ら使徒と称して実はそうでない者どもを調べ彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し疲れ果てることがなかった。まあ、短い文章なので、一体このどういうことがここで褒められているのかとちょっと分かりにくいんですけども、ここに明け出てくる言葉としては、自ら使徒と称して実はそうでない者どもというのが、いたということですね。偽使徒という言えるでしょうか。使徒というのはもちろんヨハネもそうですけれども、このもともと十二使徒というのがいましたよね。イエス様の使徒がいて、で教会、その初代教会においては一番重要なポストだったんです。でパウロも自らを使徒と称しておりますし、おそらくその十二使徒でありパウロであり、もしかしたらバルナバとか、非常に中心的なヤコブとかですね、イエス様の兄弟のヤコブとか、そういう人たちはおそらく使徒と言われてたと思うんですね。で、このエフェソの教会に自ら使徒だと称して入り込んでいた人がいたと、でおそらくその十二使徒の弟子ぐらいだとか、なんかいろいろこう肩書きをつけてエフェソの教会に入ってきて、最初はもうとにかく一生懸命その教会で信仰生活をして奉仕して、いたと思うんですけれども、でもその彼らがですね、ここを読むと、自らその使徒と称して実はそうでなかった、で彼らの嘘をついていたというんですね。でよく忍耐して私の名のために我慢して疲れ果てることがなかったから、どんな嘘をついていたのか、結局この偽使徒がどんな教えをしていたのかっていうのはここだけではちょっとよくわからないんですが、他の教会の伝承とかいろいろなことから言われていることは、この偽使徒っていうのはおそらくこの立法主義をかざしていた、ユダヤ人教師たちだろうと。で初代教会の一番大きな問題は立法主義なんですね。立法主義っていうのは、最初のクリスチャンとか教会の人たちはユダヤ人で、みんなだから立法を守ってたんですよね。でもその後で異邦人が救われました。でエフェソの教会ももちろん異邦人教会なんですね。で最初にクリスチャンであったユダヤ人たちは当然立法を守ってるわけですよ。で異邦人クリスチャンは立法を守りません。守る必要がないと決まったんですからね。でもそのユダヤ人クリスチャンの中には、異邦人はええよなと、
俺たちみたいに立法を一生懸命守らなくていいと、安息日だとか食べ物だとかね、いろいろその立法の面倒くさい規定を彼らは守らないと、そういうのにねちょっとこう嫉妬したというか、許せない人たちがいっぱいいたんですね。もう俺たちなんでこんなことしなきゃいけないのかと。だから自分が辞めないんですけどね、ユダヤ人ですからやめられないんで。でそういう人たちが教会に、まあ、こう異邦人教会に行ってはですね、いや異邦人も立法を守らなきゃいけないと、ね、やっぱ安息日は守って、仕事しちゃいけないとか、鱗のないものは食べちゃいけないとかですね、いろいろこう言ったんだと思うんです、でも彼らはその一方で、もちろん聖書に詳しいとかね、もしかするとそのイエス様に直接会ったこともある人もいたかもしれない、権威を持っていて、だから、まあ、必要にこのエフェソの教会に対して、教会の人たちに対してこの自分たちの教えを押し付けたというか、これを蔓延させようとしたと思うんです。で一方でそうでない、それが間違ってると思っている人たちもたくさんいて、この偽人たちといろいろこう、まあバトルがあったんだと思うんですね。でこの栄光のキリストはそういうことがあったことをご存知であって、よくその戦いに、耐え抜いて我慢して、だから相当ねしつこかったんだと思いますよ。やっぱり我々なんとなく思うイメージとしては、福音書に出てくるのファリサイ派、ね、とか立法学者とか、しつこくていやらしくて、好きあらばイエス様をこうつまずかせようみたいな、よくやってきてたじゃないですか。だからもしかしたらああいうタイプの人が、なんか見た目真面目で一生懸命で正しそうなんだけど、実はそうじゃないみたいなね、そういう人たちがエフェソの教会を、まあ、苦しめたんじゃないかなというふうに思われます。でもエフェソ教会は、まあ、忍耐して嘘を見抜いて、そして、疲れ果てることなくこの戦いに勝利したということがまず褒められてるんですね。よくやったなと。で次に、称賛されているのは、これもまたよくここだけ読むとよくわからないんですけど、このあなたには取り柄もあると、ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ、私もそれを憎んでいると、ニコライ派の者たちっていうのが出てるんですね。皆さんご存知ですか、ニコライ派の。今広島にはおらんと思いますけど、聖書の中にもこことこの後のペルガモンの教会に対するメッセージの中でしか出てこないんです。でじゃあこのニコライ派の者たちというか、ニコライ派の人たちがどんな教えをしていたのか、このニコライの人たちがどのような意味でエフェソの教会に対して問題だったのかというと、ここだけではちょっとわからないんですが、このエフェソの次がスミルナで、その次がペルガモンっていう教会に対するそのメッセージなんですが、その中にねこのように出てくるんですね。2章の、14節からですけども、しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。ここにニコライ派って出てくるんですね。ここだけ読んでもねなかなか分かりにくいんですけども、まあ、長い話を一つに短くすると、バラムの教えっていうのは、ユダヤ人がエジプトを出てパレスチナに入っていく出エジプトの話の中で出てくるんですね。でこのバラムっていうのは、モアブの王様のバラクに雇われた、預言者っていうかまじない師みたいな人だったんです。それで、このバラクっていう王様がちょっとイスラエル人が、ね、ものすごい数がこのやってこようとしてると、あいつらをなんとかつまずかせて、できるならば滅ぼしてほしいと。でバラムはその一生懸命呪いをかけようとするわけです。だけどもちろんそんなものは効き目がないですよね、全く。でも最後の最後にこのバラムはこの王様に、呪い作戦は失敗しましたと、まあちょっと
説教で使う言葉じゃないかもしれませんが、色仕掛けでいきましょうと、イスラエルの民はどうもそっちに弱そうだからって言って、このモアブから美女を連れてですね、どうもイスラエル のところにこう行かせて、なんかいろいろご馳走を持って行ったりなんかして、でイスラエルの民 をこう骨抜きにしたというかね、なんかそんなことが書いてあるんですよ。でこのバラムの教えを奉ずるものとさっきのニコライ派っていうのが同義の言葉として使われているので、おそらくこのニコライ派っていうのも、まあ、要するに教会に対して道徳的なその過ちを起こさせようとする、そういう教えをしていた人たちのことだろうと、まあ、大方の見方はそうなんですね。で確かにこの教会、まあ、他の聖書の箇所を見てもですね、初代教会の中にもその特に性的な問題とか道徳的な問題で教会が混乱するって話は出てきますよね。あのコリントの手紙なんか見るとね、そういう話がいっぱい出てきますけれども、おそらくこのニコライ派の人たちっていうのもそういうグループで、で先ほどお話ししましたよね、エフェソの町っていうのは、まあ、国際都市でいろんな文化があり、いろいろ楽しいことがあり、でここにも書いてますけれども、エフェソにはアルテミスっていう女神が町の象徴としているわけですよ。でこのアルテミスっていうのは豊穣の神であるし、またこう性的なことをこうなんていうか進める神なんですね。で、まあ、もちろんその多産の神という意味もあって、だからこのエフェソの町は非常に道徳的にこう腐敗してたようなんです。でこのニコライ派の人たちっていうのはその、まあ、教会あるいはクリスチャンに対してそのまあそういう道徳的な部分を腐敗させる、まあ誘うというかそういうようなことをしていたと思われるんです。でもエフェソの教会の人たちは彼らを憎んでたんですね。そういうことが自分たちの教会に入らないようにと、だから一生懸命このそういう教えが教会に蔓延しないように教えていたと思われます。で、私もそれを憎んでいるとキリストもおっしゃいますね。教会があるいはクリスチャンが道徳的な問題でその信仰を失ってしまうというか、信仰を骨抜きになってしまうということが起こらないように、イエスキリストもそれを注視しておられたということがわかるわけですね。その2つはこのエフェソの教会に対して褒められていることです。偽教師、まあ、立法主義的な偽教師、そして道徳的な腐敗大敗をもたらすニコライ派に対してよく戦って彼らを、まあ、排除したと。でもそれでいいかなと思うんですけど、問題があったんですね。大きな問題がありました。それが、しかしあなたに言うべきことがある、あなたは初めの頃の愛から離れてしまったと。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった、これが問題だと。だから一番大切なことを失ってしまったということですね。偽教師と戦いニコライ派を憎んだんだけれども、でも教会にとって一番大切な愛がその教会からなくなってしまった。なぜじゃあエフソの教会から、ね、愛がなくなってしまったんだろうか。おそらくこれはその最初のとか褒められてる2つのことと無関係じゃないと思うんです。偽教師にしても、偽使徒にしても、あるいはニコライ派にしても、その教会に入り込んで、まあ、一方ではこう立法主義的な信仰を押し付け、また一方ではこう大敗的な信仰にいざなおうとする、そういう人たちがこう教会の中に入り込んでいる。で彼らとのやっぱり戦いっていうのが常にあったので、このもしかするとこう教会の中でこう信徒同士の、警戒感というか、あの人は大丈夫だろうかと、あの人はもしかしたらニコライ派かもしれないとか立法主義かもしれないとか、そういうこう疑心暗鬼みたいなものがね、教会の中に蔓延したんじゃないかなと思うんですね。
そうすると当然この互いに愛し合ったり許し合ったりっていうことが難しくなりますよね。どうしても信用できなくなるから。もしかしたらそれがこのエフェソ教会が愛から離れてしまった、初めの頃の愛から離れてしまった原因じゃないかなと私は思うんですけどね。まあそのことについてはっきりは明言されてませんけれども、そういうことがあってもおかしくないと思います。でも彼らはその結果として初めの頃の愛から離れてしまった。まあ、当然この 愛というのは神様に向けられる、まずね、その律法が教えているように神を愛しなさいという、神に対する愛、それは信仰の熱心であったりね、神に対する恐れであったり、神に対する、神様に対する思いですよね。これが失われていった。でもう一つは、人に対する愛、教会の信徒同士の愛であり、あるいは家族や隣人に対する愛、人に対する愛、これが弱ってしまったというか失われていってしまった。それがこのエフェソの教会にとっての決定的な問題だったということですね。それに対して栄光のキリストは非常に強く厳しくおっしゃいました。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いに立ち戻れ。どこから落ちたか、落ちたって書いてあるんですよね。落ちるっていうんですか、怖い言い方だと思いますけれども、どこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい。最初からそうじゃなかったでしょうと、パウロがそれこそ心血注いで伝道して生まれた教会ですから、非常にこう熱心な教会だったと思うんですね。神を愛し互いに愛し合う教会だったと思うんですね。でも長い間、でも長い間でもないんですよ、考えてみたら。このヨハネの黙示録1世紀の終わり頃だから、多分エフェソの教会が誕生して数十年ぐらいしか経ってないんですね。でもその数十年の間に、最初に抱いていた愛を失ってしまった。だからそれがどこからそういうふうになってしまったのか思い出しなさいと。あの時からかな、この時からかなっていうことではないと思うんですね。むしろその初めの頃の愛を思い出せということだと思うんです。そういう時があったでしょうと、あなたは神に対する愛をしっかり持っていた時があったでしょうと。そして悔い改めなさいってですね、聖書の中にこの悔い改めるという言葉はたくさん出てまいりますね。神様が私たちに常に求めていらっしゃることですね。悔い改めなさいと。人間はもともとやはり罪深いので、どうしてもその神様からの方向性がずれてしまうんですね。もちろん罪という言葉はいつもお話ししているように、はっきりした裏切り、はっきりとした裏切りを指す言葉じゃないんです。むしろそのずれなんですね。的外れという意味なんです、ね、ずれてしまう、的を外れてしまう。そうすると結局まっすぐ向かっているようでも最終的には違う目的に行ってしまう。悔い改めなさいっていうのは方向を直しなさいということなんですね。どこかでずれてしまった、もう一回その正しい方向を向き直しなさいという意味でこの悔い改めなさいという言葉があるわけです。でも単にその時にああまずかったなと反省するとかね、よし頑張るぞって決意するとか、そういうことじゃありません。本当にこれは全人的な方向転換を意味する言葉なんですね。放蕩息子の例え話で、放蕩息子が豚の餌を食べられなかったんですね。食べなきゃいけない、その 上の絶頂の中で、ああなんて自分は間違った方向に来てたんだって気づいてね、そして父のもとへ帰ろうって言いますよね。そして帰っていく、あれこそがまさに悔い改めでありまして、そして初めの行いに立ち戻れとおっしゃいました。行いのない愛は愛ではありませんし、行いのない信仰は信仰ではありません。ただ頭の中だけで足をこうしようと思うことじゃなくて、実際に初めに行っていたように、神を愛し人を愛しなさいとイエス様はここでおっしゃるわけですね。でも一番厳しいのはその最後の言葉ですね。もし悔い改めなければ私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。
これはだから最初に見た幻の中で教会を表すシンボルとして燭台があるわけですね。燭台っていうのはまあその明かりですけれども、それは教会はこの世の光であると、この地域の闇を照らしているその光なんだと、そういう意味で教会が燭台になってるわけですけど、でも愛がない教会はもういらないと、もう燭台の意味をなさないからそれを取り除けてしまおうとおっしゃるわけですね。どれだけその偽使徒と戦いニコライ派と憎んだとしても、愛がなくなったらもう何の意味もないと。それも聖書全巻として言われていることじゃないですか、ね、愛がないなら何の意味もないとパウロも言いました、ね、でその教会は残念ながらこの一番大切なものを失ってしまっていたわけですね。でこのエフェソの教会に対するメッセージでありますが、まあ、まとめるとね、この、まあ、上の2つは彼はよく頑張ってたことなんですね。立法主義的な信仰に、ならなかった。でもこれもエフェソの教会はそれに勝利したんですけども、でも私たちはそういうことに果たして勝利できているかどうか、うん、自分の信仰が形式的な、ね、形の上だけの何かを守っているだけのものになっていないだろうかということは気をつけなきゃいけないことだと思うんですね、うん、これをやっているから大丈夫、ね、こういうふうにきちっとやっているから私の信仰は大丈夫、そう形式的なこと、立法主義的なことになって、で、まあ、一歩進んで考えると立法主義的になると、ね、批判的になるんですよね。私はこうやってるの、あの人はやっていないというような、そういう思いをもしかして私たちのうちにあるとするならば、それはこの立法主義的な信仰に出してしまっているかもしれないので注意しなければならないということです。もう一つはやはりニコライ派の教えと書いてある道徳的な堕落ですよね。信仰は持っているけれども、一方で信仰生活において神様を悲しませるようなことをしてしまっているとするならば、それは直さなければならない。そうじゃないとね、二面性になっちゃうんですね。二重生活になっちゃう、ね、クリスチャンとしての顔とそうでない顔と、当然信仰がその力を失ってしまいますから、そういうことに対して私たちは注意しなければならないということ。その教会はその憎んだと書いてあるんですから、憎むぐらいにやっぱり注意しなきゃいけないということだと思います。でも最も大切なことは愛を失っていないかどうかということですね。初めの頃の愛、新科学は初めの愛とストレートに訳してますけれども、当然私たちは信仰を持った時には純粋な熱心な愛を神様に対して、また人々に対して持ってたはずなんですね。でもそれが時間とともに失われていく、弱っていく、まあこの黙示録の言葉だと離れてしまってるっていうんですね。そういう純粋で熱心な愛があるのにそこから離れてしまってる、あるいは落ちたという言葉がありますけれども、でもそれは逆に言えばですね、私たちの愛は常に原点にないといけないと、常に新鮮な信仰を持った時のような熱意と新鮮さを持って神を愛し人を愛し続けていなければならないということだと思います。そうでないとすぐにそれは失われてしまう、弱ってしまう、離れてしまうんだと。愛のない教会はいらない、愛のないクリスチャンはいらない、もう食材を取り除けてしまうよとさえ言われているわけですから、非常に厳しいですよね。私たちの教会はどうだろうかと、ね、私たちの教会の中に、互いに愛し合う愛が変わることなく、いやさらに常に増し加えられているだろうか、また私自身の中に神を愛し人を愛する愛が初めの頃のように新鮮なものであるか、おそらくそうですと言い切れる人は誰もいないと思うんですね。常にやっぱり我々はそこから離れていく弱さを持っているので、どこから落ちたか思い返しなさい、そして悔い改めなさい、そして初めの行いに戻りなさいというこの栄光のキリストのメッセージは私たちの心に常に語りかけられているものだろうと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、
終末の予言の前に、このキリストはまず七つの教会に対してメッセージを送られました。やがて起ころうとする終末の恐ろしい出来事の前に、まず主の教会がしっかりと立ち、またその輝きを持っていなければならないからであります。今日はまずエフェソの教会に対するメッセージを読みました。彼らは大きな戦いを戦い、またそれに勝利をした。しかし一方で大切なものをなくしてしまっておりました。主よ、私たちは大丈夫でしょうか。私たちのこの教会はどうでしょうか。また私たち個人的にどうだろうか探られております。初めの頃の愛に戻りなさい。そうでなければ燭台を取り除いてしまう。世の光として私たちが輝くために、常にこの初めの愛を持ち続け、またそれを実際に行っていかなければなりません。どうぞ今、栄光のキリストが私たち一人一人に語りかけてくださっておりますから、どこから落ちたか思い出し、悔い改め、そして初めの行いに戻っていく。どうぞ今そのことを心に刻ませてください。この教会の真ん中に立たれる栄光のキリストを悲しませ、がっかりさせることがありませんように。いや、むしろこの教会がさらに愛に豊かな教会となり、この愛を失っていくこの社会の中で本当の愛に満ちた教会として成長していくことができるように、輝きを放つことができるように、どうぞまず私たち一人一人のうちに主が語りかけてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。しっかり御言葉をここに刻んでですね、これからの信仰、それから新たな思いで進んでまいりたいと思います。